負けた、悔しい。これが入学試験出席の力よ。お姉ちゃんの偉大さを噛みしめるがいいわ。あら、プロデューサー、見ていたの？私のことは先でいいわ。紛らわしいでしょ。今日からレッスン室を借りられるというから。早速勝負してたんですよ、プロデューサーさん。梅に思い知らせていたの、アイドルとしての力の差ってやつをね。お姉ちゃんめ、勝ち怒りやがって。確かに今の私じゃお姉ちゃんにはかなわないけど、そのうち絶対勝ってやるんだから。プロデューサーさんもですからね、首を洗って待ってて。覚えてろー。最高の妹よ。で、どう？現状こんな感じなんだけど。そう？私ってそんなにすごい？もう知ってたけど。分かってるわ。このままじゃ梅に勝つどころか勝負の場にさえ立てはしないって。分かってるくせに聞かないでよ。そのうち勝てなくなると言っているの。だって梅はこの私の妹なんだもの。超可愛くて誰よりもすっごいんだから。あっという間に追いついてくるに決まってるわ。うん、いつだってそうだったもの。プロデューサー、私このままだと負けるわ。ここまではっきり肯定されると頭にくるわね。ふん、当然でしょ。プロデューサー、あなた言ったわね、私が勝つ手助けをするって。期待してるから。トップアイドルへの第一歩ね。